瞬の出来事っていう両極端にあるものが流動性を持って影響力があるなと思って、なんでこんなこと書くんだろうとか、漫才ってカルテットみたいだなと思ったんですよ。まあ毒多めだと思うんですけど、なんか毒多そうじゃないですか。